着替えしました。さすがにご飯食べるから、ご飯食べたので、はい、汚れちゃいかんと思って。今日はハーフアップ談義をしてます。なおちんさん、対戦ありがとうございます。パンナさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。タケニムさん、ミラーボール ありがとう。カムサハムニだって落としちゃった。どこまで歌った？ゆうまでか。は、かぜ、違う。風のように飛んで行きたい。ありがとうございます。もう一個？走る私全速力、もう一個か。太鼓の場所からあなたの元へと。タケニムさん、ミラーボールありがとう、ありがとうございます。ザッキーさん、サットさん、対戦ありがとうございます。で、昨日の夜に、昨日のショールームで明日の下北さんの前に写真載せますってドボンのやつ言ったんですけど、なんか日付、曜日見たら明日金曜日だったので、多分金曜日の方がみんな夜ツイッター見てくれるかなと思ったので、明日あげます。もう書いてはありますよ、ちゃんと写真も撮ったし、ここにある。はい、私の、これ私の順番すごいバラバラなんですけどすいませんね。こうですね。はい、そうです。なので、佐藤浩平さん、ハートありがとうございます。ケンです、ありがとうございます。ということで、今日は下北さんでした。下北 FM さんが今日はありました。そうですね、1ヶ月ぶりの下北さんだったんですけど、まあ1回目2回目に比べれば全然緊張なく、はい、できました。イエーイ。ということで、お団子やめた、髪の毛取りたい。はい、なんかコメント欄を見てたら、なんか推し変しそうみたいなコメントがいっぱいあったんですけど、なんかこの顔でナイスバディなのねみたいなコメントとかいっぱいあったんですけど、結局お前ら体かよって言おうとしました。危ない、セーフ、言ってないです。はい言ってないので安心してください。ウッキョンさん、ナルナルッチさん、マルさん、対戦ありがとうございます。はい、危ない危ない、言わなくてよかった。そうですね、推しの選手と私は電話ができて、あはは、よかった、嬉しい。
しが推しを推してるってことですか？ん？推しが私を推してるってことですか？あ、もう相思相愛、キュンです。今日はなんと初めて iPad mini で、あのこれね、今使ってた、どこやったっけと思ったけど、これでその映像をお届けしたんですけど、いかがでしたでしょうか？どうでした？率直に。え、なんか汚れてんだけど、待って、何の汚れ？待って、何？ちょっと待って、これどうした？ウェットティッシュ発見。映像が良かった。あ、なんかね、そのなんかパソコン、そのスタッフさんが繋いでくださってるパソコンがなんか調子悪かったみたいで、そう、私のところもなんかたまにあれだったんですよね。すごい止まって、私のその放送画面真っ暗になっちゃってて、でも画面自体は、そのショールームの配信画面自体は全然ハルピョンいたから、まあいるならいいやと思って。そうだから、多分音声に関してとかそういうのに関してはちょっと下北さんの、あのパソコントラブルが今日ちょっとあったみたいだったので、はい。ウェッティしたら綺麗になった、よかった。日高浩二さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。はい、綺麗に落ちました、ちゃんと。眠たい。今日この後お風呂に入ります。ゆうさん、ママピョン、パラダイスさん、大勢ありがとうございます。ポニーテールにしよう、珍しく。すごいスタンプがいっぱい。どうしようかな、今日配信早く終わってお風呂入りながらポニーテールするか、それともいつも通りの時間まで配信してその後ドボンするか。ポニーテールじゃない、ドボンだ、間違えた。ポニーテールは今します。どっちにしようかな。ママピョンパラ、あ、言ったっけ、ママピョンパラダイスさん、ユウさん、対戦ありがとう。このシュシュかわいいでしょ、ミスターがくれたの、誕生日、今年の誕生日に。なんかこれあるだけでさ、ちょっと華やかなお姉さんな感じしない？ダメだ、もう一個。
にゃーこさん、母さん、はるきゃんさん、対戦ありがとうございます。巻いてる髪の毛もあるからすごい途中途中うねってるんですけど、まあ無視してください。竹蔵さん、サットさん、マックミックさん、サクタロウさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。違うんですよね。そのハーフアップしてたところのこの下の部分だけを巻いてたので、そうで、お団子してたところは巻いてなかったから、その巻いてた部分がここにいます。このチリチリみたいなやつそう、そうです。山内さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ポニーテール揺らしながら風の中、やべ、君が走る、僕が走る、シュナの痛い。ツッチーさん、山内さん、ユーミンさん、対戦ありがとうございます。今日のメイクはどうですか？めっちゃ薄メイクなんですよ、実は。ピンクもほんのりしか入れてなくて、マスカラはまつげとアイラインだけしっかりとりあえずやって、そう、それ以外は適当二軍メイク、しかもいや、二軍メイクって言い方が悪い、うん、映像用メイク、ステージ用メイクじゃなくて映像用メイク、そう。ツッチーさん、山内さん、ユーミンさん、大変ありがとうございました。ファンデーションもしてません、今日は。はい、すいません、いや、舐めてるわけじゃないんです誰もいないって言うんだ。微妙なんだよね。パンナさん、大使ありがとう。間違えた、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。そう、なんか前誰かに、誰だっけな、誰かにレイちゃんかな、レイちゃんとハッツだ、すごい前に喋ってて、なんか、え、私、レイちゃんがなんかメイクしてて、レイちゃんはね、西川レイちゃんじゃない方、藤園レイちゃんがメイクしてて、もう本当にめっちゃ前、エイトの日ぐらいの時かな、それより前かな、メイクしてて、そう、え、なんで今メイクしてんのって聞いたら、え、
今からショールームするんですって言ってて、え、ショールームなんでメイクするのって聞いたら、え、私はメイクしないとショールーム絶対できないですって言われて、あ、やべえと思っていやべえと思ってアイドルだと思って、プロ意識半端なと思って、そう、うわっと思って、偉いねって話してたら、え、でもピョンさんはいいじゃないですか、ピョンさんのすっぴんとメイクした時の顔変わんないじゃないですかって言われて、あれ、それは褒められてるのかな、どうなんだと思ってそうなんかメイクが下手って言われてるのか、いや、そんなことは多分ないと思うんですけど、褒められてると信じたいはい、でも偉いなと思いました、私は、うん、無理です。れいちゃん結構ズバズバ言うタイプなので、そういう人間、そういう人間、そのズバズバ系人間なので、そう、それが可愛いんですけどね、そうそうそう、うん、レクサーさん、マコリンさん、対戦ありがとうございます。早く出してくれ、そう、ズバズバ人間、それが可愛い。こんばんは。やっぱでもね、まつげ上げるだけで全然ね変わりますからね。アルピオン最初から抵抗なかった？だってない。めんどくさいじゃん、めんどくさいが勝った、そう。マツパはしたことあります、すごい前に。なんか友達の知り合い、友達の先輩みたいな、そう、方がそのまつげサロンみたいなところに行って行って、ん、オープンじゃない、なんていうの、働いてて、そう、そこでなんかその友達の先輩がなんかやってあげるよみたいな感じで言ってるよみたいな感じで、その友達に聞いて行ったんですよ。そうで、なんか最初に誘う、その言われた時に、言われた時はちょっと忙しくて行けなくて、でそのちょっと時間経ってから行ったんですね。まあちゃんと連絡して友達を通してなんですけど、そう、そしたらなんか最初連絡来た時は全然その無料でやってあげるよって言われたんですけど、行ったら、あ、その時はその時限定の無料でしてって言われて、結局4000円ぐらい払って、そう、4000円、5000円くらい払い、なんか額割聞いてる、5000円くらいだった、と思って、そうちょっとよかった、その時手持ちあってって思いましたはい、でももうやらない、うん、だってビューラーで上がるし、なんか抜けるからとかよく言うんですけど、なんか別にいいんですよね。あ、そう、これは無印さんに売ってるやつで、
そう、なんか普通のビューラーってめっちゃなんか邪魔じゃないですか。大きいなって普段感じません、私が配信してる時。でもこういうのはその持ち運びにめっちゃ便利で、私ポーチにこうやって持ち運び用に入れてるんですけど、そうリップとかそういうなんて言うんだろう、ちょっと鏡とかそのパウダー粉とかお粉とかそういうのと一緒にこう入れてて、持ち運び用にでこうやって開けたら、あれこう開けたらこうなるんです。でこうやって挟んでパキってやったら、そうだからこれにも入るよっていう、私が普段使って、あやばい待ってやらかしてるわ完全に。これすごいね、なんかね出るんですよこのリップ。で幽霊出る人みたい、違う違う、なんていうんですか、なんかねリップの油みたいな油分みたいなのがすごい出るリップなんですよ。そう、それをこのねこの中に入れてるんですけど、入れるの忘れてた。母さん、ヘイさん、11さん、大さん、ありがとうございます。やば、やらかした。これはネモースの時にあの野球のチーム系野球みたいなやつあったじゃないですか、その時にいただいたなんかスポンジ、そうメイク直し用の、コロナ禍ってこともあってそのメイク用のスポンジも一人一人にこれ使ってくださいってそう支給していただいて、わざわざありがたかったな。ついでに他のメイク道具きれいにしよう。なおさん、たまごさん、大さん、ありがとうございます。私のじゃあ普段持ち運んでる持ち運びのポーチの中に入ってるものを紹介します。入れていきながら綺麗にして入れていきながら紹介します。一つ目、鏡、まあ、あんまり見せれないんですけど、あこれは2軍さんじゃなくてもはや1軍です。はい、あのなんて言うんですか、バッグの中にメイクポーチとして持ち運んで、なんて言うんだろう、そのこんなでっかいメイクポーチをさいつも持ち歩くわけにはいかないじゃないですか。だからそのまあ、アイシャドウとかファンデとか終わった上でのそのなんていうんですかあの持ち運ぶ用のやつ。はい、鏡、まずこちらはダイソーで買いました、100均です。あの鏡なのであっち側が映っちゃうんですけど、こうやって光ります。はい、なので暗いところでも安心して直せます。で2つこっちとこっちに鏡がついてて、こっち側は光がついてて普通のサイズ、こっち側は拡大鏡になってて、もう毛穴の奥まで見えるぐらいです。はい、鏡100均です。あこれ名前シール貼ってない、貼ろう。チャンピオンが使ってる名前シール、これファンの方にいただいたやつです。めっちゃ愛用してますこれ。はい、100均今いいのいっぱいあるよ本当に。うん、100均、昔の100均はあんま知らないけど、名前シール貼りました。結構ねいろんなコスメを使ってるんですけど、私本当にネットで流行ったコスメとかをよく使うんですね。でそれって結構いろんなメンバーが持ってるんですよ。そうだから名前をねこうないと、あのなんかこれ落ちてましたっていう時に、あれ私のもないけど本当に私のかなってなっちゃうので、
そのファンの方からいただいた名前シールを私は貼ってます。ぽい。ちなみにこれもファンの方からいただいたものです、このポーチ。さあ次、待って、押してからポイってするね。次はこちら、イニスフリーさんのパウダー、これも名前シール入り。なんか粉浮きするとか周りの女性のあの方言ってません？そう、こうちょっと浮いたところにこうファ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 ってするのがこちらのイニスフリーさんです。私もうずっとこれ使ってる。うん、まだまだある、ずっと使ってんのにまだある、やば。水さん、俊吾さん、大佐ありがとうございます。スペード、あ、ハートでもいいや。あ、ハートの方が嬉しかったかも。次、香水ですね、ちっちゃめ。そう、香水でっかいんです。だからこうちっちゃい100均のアドマイザーみたいなやつにこう入れて使ってます。そう、これだったらこの中に入れても持ち運べるから。次、これはもうみんな、もう誰もう誰もが持ってるリップ、ロム&これはこの間その撮影の時になるちゃんもゆいゆいも、まあ、色違いなんですけど、なるちゃんもゆいゆいも持ってました。なのでこれも名前付き。そしてリップオイル、なんていうの、ケアグロスっていうんですか。私はね、なんかすぐ結構唇のシワみたいなのがあるんですけど、多分皆さんもあると思うんですけど、そこにそのすごい入っちゃって色がすぐなんか、あ、カサカサ人間ですかってなるんですよ。でも潤いはちゃんとあるの、潤いあるのにカサカサ人間ですかってなりがちなので、これで潤いを出してます。より、あ、で私はリップを2つ3つか、このオイルを合わせたら使ってて、そう、さっきも紹介したこちらなんですけど、こちらはバビメロさんのリップですね、03番ピンク使おうか今。まずこちらを私は塗ります。で、なじませます。すごいピンクピンクしてるでしょ。だからさっきのロム&ちゃんで、あんこさん、すみちゃん、たいさんありがとう。ちょっと色を抑えます。で、ティッシュが欲しいんですけど、これをティッシュで一瞬というか一旦オフします。つきすぎ防止ね。で、この上からさっきのオイルを塗ってます。そうすることで色もちゃんとつくしっていう、まあ、これは撮影とかその劇場とか用のリップです。配信用はこちら DHC さんの濃厚うるみカラーリップ使ってます。そう、なんでかっていうと DHC なので潤いもプラスされますので、めっちゃいい。はい、で、あとは目薬、もうあとこんだけと、コーム、前髪直す、よく。と、薬が3つですね。風邪薬と、どっちも飲みかけなんですけど、風邪薬と頭痛薬と頭痛薬。
これはめっちゃ効く頭痛薬で、こっちはなんかいい感じに効く。なんかでもこっちを飲みすぎると他のそのちゃんとした市販の頭痛薬が効かなくなるので、市販の頭痛薬以上、私のポーチ紹介でした。ちゃんちゃん、処方されてっていうか、そのお休みを、あとこれを入れてますね。はい、ビオラちゃんお休みをねちょっといただいてた時に、あのいたお休みいただく前に病院でいただいたお薬がまだ余ってるよって感じです。はい、嬉しい。なんかありがとうって言ってくださる方が増えたので、あ、マスカラは持ち歩かないけどチークは持ち歩きます。そう、でもチークはそのメイクポーチに入れといて、でそのあれが終わってから、メイクがとりあえず一段落終わって持ち運ぶ時にここに入れるって感じ。でもさ、チークなんてさ正直さ今時使わないじゃんでしょ、マジ。リップも正直使わないから、そうあんま持ち運んでないんだけど、あの撮影の時とかはリップチーク必要じゃんそうマスクをするからっていうのがあるんですけど、そうだから、そうチーク使わない理由はマスクをするから。だってこっからここ隠れるんだよ、そんなもう目だけでいいじゃんメイクって感じうん、そうです。普通に劇場出るとか撮影あるとかの時は使いますよチーク、もちろん大事。サルピオン航空ん？コクニストの小物好きそう。知らない、初めて聞く。コクニスト初めて聞く。ごめん、変なとこから声出たかわいい、なにこれ。正解、好きそう、正解、かわいい。初めて知ったこのブランド、コクニスト。かわよ、かわいい。アポロとコラボのポーチ、これだ、私が見えてるこれだ。なんかねここにね31かな、31とのコラボのポーチみたいな、なんかポッピングシャワーみたいなやつあって、やばいアイス食べたいって思っちゃった富山優勝パー、コロポックルさん、タイさんありがとう、カブザームニダありがとう。PC がすぐ届くだってパソコンで時間見てるから。私この間なんかその結構ね、私インスタのおすすめとかで今流行ってるものとかを、え、授業終了してんの、嘘でしょ待って、画像でしか調べてないんで、授業終了してるんですか。本当だ、3月末に目処に終了する、え、嘘でしょ、本当に言ってる。本当だ。あ、でもオンラインストアはまだあんのかな、これ。アフタヌーンティーなの、え、
くわからん。バーストされてる、かわいそうに。あれか、あのなんだっけ、フォーエバー21とかもう授業終了した時のあれかな。3月なので、あ、スクツ、あ、行きましょう、スクツゴー。はい、なんかポニーテールするとこの辺がスッキリするので明るい女の子に見えますね。ハルピョンに恋してから毎日ハッピーです。ありがとうございます、そんなこと言っていただけて。いちごプリンさん、ユーリアさん、リーナギさん、大さん、ありがとうございます。スクツ行きましょう。クーニスト、今日知った単語。建設中、どっかどこ建設しようか。残念、次次次行こう。1日と8時か。アンナさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。23、どこを建設しようかなって今悩んでるんです。4日と4時間。12時間、ここにしよう。埼玉のショッピングセンターにあります。だってポケモンじゃん、コクーン。え、いますよね、ポケモンに。コクーン、サナギポケモンみたいな。いなかったっけ、あの茶色いやつだよね。あれ、私間違えてる。パンダさん、ハートありがとう、キュンです。サクタロウさん、ハートありがとう、キュンです、ありがとう。違う、コクーン。ポケモン図鑑、あー、ほら、イエーイ。これ何、茶色、何色、金色って言ったらいいのかな。森のパンダさん、大将ありがとうございます。あ、やばい、待って、嘘、待って、ポケモンさんざん全然わかんないからやめて、あんまり。あんまわかんないからやめて、ごめん、無理。さよなら。イーブイ好き。聞いてください、今日下北 FM さんで、なんかあのハルピョンはあの行ったこと、沖縄行ったことありますかみたいな話された時に、そう、中城城跡ってすぐポンって出てきたの、すごくない。で、全く台本もなくて、なんかハルピョンに振られるっていうことも分かんなくて、まず、そう、でも中城城跡ってすぐ出てきた。自分でそれ、自分に感動しちゃって、そう、よくできた人間だと思いました。以上です。はい、
ディズニーホテルまた新しいのできるんだって。かわいい。トイストーリー。ティリティリ。ティ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 。手加減は無用だよ。始めよっか。ちゃんみつさん、さくたろうさん、つっちーさん、たいさん、ありがとうございます。鼻の周りかゆかった人間。はい、チュル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 チュ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 チ緑。今日富山行ってきた、都会だった。それは絶対嘘。待って、それどこに住んでる？ハンバーグさん。ハンバーグさんが住んでるところがめちゃめちゃ富山より田舎とかってですか？絶対それしかないチームよんちゃんさん、青いのありがとう。マー君さん、ゆうれありがとう。チームよんちゃんさん、お墓ありがとう。竹蔵さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。あ、思ったより、あ、なるほどね。確かに思ったより最近特にね、あれですか、富山駅の方は、まあ富山駅はまあまあ都会やなって思うんじゃない。うん、そっからちょっと行ってみ、ちょっと行ってみ、ってなるよそう、駅前なんかね、マリエのなんか駅ビルみたいなところがあるんですけど、そうそうなの、なんかマリエの中の無印、さっきビューラー買ったところなんですけど、無印さんがなんか新しくなって、なんか一回取り壊さ、え、一回普通に取り壊されて、6倍 ?4 倍何倍か分かんない、忘れたけど、3倍とかだったら忘れちゃったけど、その大きさ、今マリエの中にある無印ちゃんも、無印ちゃんだって、無印ちゃん、無印さんも結構広いのに、その運倍の無印さんが新しく今できる駅ビルに入るらしくて、いや、どん無印そんな広くする必要あるって思うんですけどはるきゃんさん、ハムカツパラダイスさん、大変ありがとうございます。ケセランパサランが見えました。しゅんごさん、パンダさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。あ、よし、上がっちゃうぞ。長期戦ですね。さくたろうさん、はい、ありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。
感じ。今日2位で紹介したお菓子はロータスビスコフさんです。そう、美味しいよ。なんかでもすごい甘いのっていうか砂糖が苦手な人、あ、待って間違えた秒数、砂糖が苦手な人は無理かも。うん、結構砂糖砂糖って感じだから、それこそなんて言うんだろう、なんだっけ、コーヒーとかと一緒に、そうですね、ちょっと高いかな。私も初めてそのロータスさんを知ったのは美容院なんで、そうそうです。スーパーに、私はこれはママに、さっき紹介したのはママにスーパーで買ってもらったやつ。そう、でもなんかスーパーの駄菓子コーナーとかそういうそっち系のお菓子っていうより、なんかちょっとなんだろうな、まあ源氏パイとかが売ってるところにあるかもしれない。マー君さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。そうですね、あ、もしかしたら男性は美容室でそういうの出ないのかな。女の人ってさ、なんかやること長いじゃないですかだからそう、多分そうやって口が寂しくならないようにというか、お菓子だったりその飲み物だったりが、まあ、出てくるのが私の中では基本というかなんですよ。はい、そう、あ、美容室っていうのは髪の毛を整えるところですはい、髪の毛は美味しくないですね。はい、よく聞かれます、髪の毛食べてるけど美味しいのって。美味しくないです、口に入ってくる。ユリアンさん、レクサーさん、大変ありがとうございます。そう、うん、眠たい。なってきたのでお風呂に入って。アピアの髪の毛はチョコレートでできてるって。うわ最悪、坊主にしよう マジでやだチョコレートダメなんです、私。すみちゃん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。マー君さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。坊主でも可愛いだろう、だって意外とおでこね広いのかな私。
坊主。お姉さん感がすごいだって。それは多分ポニーテールがあるって思ってるからでしょ。ポニーテールもないと思って。こんにちは。ビギナさん、ユリアさん、大変ありがとうございます。はい、私はね、多分ね、そうですね、よく言われます。素材がいい、よく言われます。量減らしたいんだけどね、重いんだよね。たばー、腕こ出しもいいと思うけどね。サットさん、カメさん、大変ありがとうございます。そう、そして今日ちょっとね、本当はお知らせのところで言えよって思った人もいるかもしれないんですけど、まあちょっと同じラジオの話なのでちょっと言うのあれかなと思って言わなかったんですけど、ね、10月30日、今日はちょっと下北 FM さんがありましたが、10月31日はベイ FM さんで走らないと WithAKB48 に出演させていただきます。はい、まあもう収録はしたので、あとはみんなが聞くだけなんですけど、そうですね、楽しみに。コミさんとアミさんと3人でおしゃべりしてますので、楽しみに聞いてください。しろみさん、大変ありがとうございます。緊張しました。はい、緊張はしましたが喋りました。まあ、言いたいことはちょっとそんな言えなかった。喋りたいこと喋りきれなかったんですけど、そう、まあ OK。 はい、
次次次か。ということで終わる。所有も早い、所有も終わるよ、寝るよ、お風呂入って寝るよ。橋本、最近学校でハルピョン可愛いって評判、その話詳しく寝るよって言ってんのに話させようとしてる。その話詳しく。え？本当？卵さん、本、美咲さん、大さん、ありがとうございます。職場のパイセンは可愛いって言ってた。本当？キラキラ褒め、ね、キラキラ、はあ、嬉しい、にっこり。友達がハルピョン可愛い、やった。ちょっと友達呼んできて、今度友達ありがとう。バンザーイ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 。旦那さんもぴょんちゃん可愛いね。バンザーイ。バンザーイ。しゃ。気持ちよくお風呂入れるわ。ということでランキング読みます。私花咲ひよりちゃん調べちゃったんですけど結構なすごい OPI でした、はい、びっくりした。今日一緒にラジオさせていただいた方、すごかった金が見ます。1位パンダさん、ありがとうございます。2位チームようちゃんさん、ありがとうございます。なんかでも、あ、ごめんなさい、全然関係ない話にまたなるんですけど、なんかね、3サイズがね台本に書いてあったんですよ。おい、そんなとこまで書くなよと思ったんですけど、まあ見るじゃないですか普通に。うん、見たことないそう、まあ言わないですけどね、言わないですけどね、はい、すんごい台本だなと思いました。ですね、あ、ウエストの細さだけ分かってます。よかった。あとは、はい、お疲れ様でした。ランキング読みます、続きます。マー君さん、大さん、ありがとうございます。1位パンダさん、ありがとうございます。2位チームヨーちゃんさん、ありがとうございます。3位エイダシアとピョンドさん、ありがとうございます。4位タケニムさん、ありがとうございます。
5位サクタロワとハルピョン超神推しさんありがとうございます。6位マックミックさんありがとうございます。7位山内さんありがとうございます。8位すみちゃんとからあげくんレッドからファミチキハバネロに推し編を。からあげくんレッドは食べたことないぜ。ちなみに言うとファミチキくんハバネロ味も食べたことないぜ。9位あでも違うこんな話じゃない食べれるよ。あ、なんでもないです。9位サプライズレバーとチームうちらさんありがとうございます。10位カーとピョンズさんありがとうございます。11位レクサーとピョンズさんありがとうございます。12位ともゆきさんありがとうございます。13位アカハナのソルティさんありがとうございます。そして本日のラッキー88位はタクオさんです。ありがとうございます。顔可愛くて性格良ければそんな出っ張りいらないだって出っ張りはいらん。てちてちさんパピコさんマジカマバナナちゃん大さんありがとうございます。不公平ですよね神様は。でもなんか今日その大倉さんの画面が切り替わっている時にえなんか私大人っぽく見えるって思っちゃいました。その日和ちゃんと私と切り替わってる時になんか大人っぽーと思って。そうました。思わなかったですか？ね、なんか服とか髪型とかもあったかもしれないんですけど、なんか24歳ぐらいに見えた今日私自分。え、やだと思いました。ナチュラルメイク確かにそれもあるかもね。ヘイさん対戦ありがとうございます。ということでそれでは終わります。橋本バイバーイ。キャッチフレーズします。待って、までか、ここからか次。はい、OK。はーい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは、まるー。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう。富山県代表、ハルピョンこと橋本アルナでした。しずくー、そうですね、来週末は皆さん全然予定入れても大丈夫です。はい、何かとか言いませんけど、あ、全然予定入れていただいて大丈夫なんで、はい、開けろっては言わないです。ご安心ください。来週末、はい、今週末はハロウィンなんでね。はい、あとはベイ FM なんで、それは予定入れないでもらって、来週は入れてください、全然関係ないんで。はい、以上です。ということで年明けは全く分かんないです。はい、私も出たいなと思うんですけど、はい、あ、他の女の予定は許しません。はい、はい、はい、ということで私はこの後お風呂に入ってぐっすり寝たいと思います。それでは
バラの騎士さん、マー君さん、大変ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。